ってなわけで、ウエピーです。今日は2024年9月着のオーストラリアのゴールドコースト組へ注意事項とお知らせです。基本的には私のサポートを受けるウエピーファミリー向けなんですけれども、すべての留学生の皆さんにも共通することだと思いますので、ぜひご視聴ください。行ってみよう。まずはいつも通り気候について簡単に話したいと思います。冬 is over とね、もう8月の時点で言っていた通りなんですけれども、すでにですね、ゴールドコースト30度を超える日が出ておりますと。春はどこに行ったんかい、春はと言いたくなるんですが、まあね、でもただね、それでも9月はまだマイルドですよ。日中の平均気温は24度となっております。なので朝とね、夜はまだね、ちょっと油断ができないので、羽織物があるといいかなといった感じでございます。そして次に9月はゴールドコーストショーデイに続くビッグイベントがございます。私も10年間住んでおりますが、ほぼ毎年参加しております。それはスウェルフェスティバル。これはマジでおすすめです。ゴールドコーストのカランビンで開催されるアートフェスティバルなんですけれども、さまざまなアーティストがですね、その年のテーマに沿ったモニュメントを展示するわけですね。どこに展示するんですか、そのモニュメント。ビーチに決まったろもん。ビーチね、ゴールドコーストの大パノラマオーシャンビュー、これは背景にですね、1キロくらいにわたってこうモニュメントが展示されるわけですよ。ここをですね、裸足になってキュッ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 とね、音を鳴らしながら楽しむわけですね。キュッ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 って言うよ、ほんとね。そして私がなぜ毎年参加するかというとですね、その年によってテーマもアーティストも違いますので、その機会を逃すともう二度と同じ作品に出会うことができないってことなのよ。私の公式ホームページやらその他活動で使っている素敵な写真の数々もこのフェスティバルの時のものが数多くありますね。映えるからですよ。そしてゴールドコーストの魅力が存分に詰まってるからですよ。このスタジオアリスもびっくりの天然のスタジオ、なんと無料です。期間は9月6日からですね15日まで、1週間ちょっとしっかりと撮ってくれてますと。ゴールドコーストに来るなら行かなきゃハドソン古いか。はい、そして最後にくー、ちょっとここにねボリュームを持っていくべきやったんですけれども、もうウエピーすでにバテバテなんでねサクッとご紹介したいんですけれども、9月から仕事探しフィーバーということで、それどういうことということなんですけれども、巷ではお金がない、仕事がない、ワーホリなんて行く意味ないなんて言われてますけれども、ウエピーファミリーに限ってはその類ではございません。一応ゴールドコーストはね、国内でもリゾート地みたいな側面もございまして、ね、これから先ね、本格的な夏が来るよと、そしてクリスマス商戦迎えますよということでですね、大忙しになってまいります。そしてその求人にもエンジンがかかってくるのがこの9月なんですね。飲食店もそうやし、ホテル系もそうですね。まあね、でもね、あんまりこれをね強調したくはないんですけどね、結局いつ来たって仕事にありつける人はありつけるし、ありつけない人はつけない、これワーホリの本質。ウェピーファミリーの皆さんは現地でしっかりレクチャーもしますので、あまりね情報に振り回されて不安にならずに元気いっぱいで来ていただければと思います。以上、9月のニュースレターでした。
現地サポートの受付も常時受け付けておりますので、 LINE からご連絡ください。それでは皆さん、ゴールドコーストでお会いしましょう。チャオ。自力で切り開くワーホリ。イエーイ。